最近暑い日が続くな。こうも毎日焼かれるように暑いと嫌になるぜ。体調管理はしっかりしような。どうもゆっくりマリサだぜ。暑いのはもうしょうがないと諦めました。ゆっくり霊夢です。夏といえば忘れちゃいけないのは終戦の日8月15日だよな。決して気分の良いものではないけれど忘れちゃいけない日よね。今回の解説は太平洋戦争勃発時の日本の内閣総理大臣東条英機の一生を解説していくぜ。待ってましたー。東条英機については、戦後長らく、極東国際軍事裁判東京裁判における永久戦犯というレッテルが一人歩きしたこともあって、ナチスドイツのヒトラー総統と並ぶ独裁者とされ、大東亜戦争の戦争責任の大部分が開戦当時総理大臣であり陸軍大臣であった東条英機にあったとされている。私もそのイメージね。好き放題やって日本をめちゃくちゃにした悪者みたいな感じ。結果的にはそうなったが、その過程も見て判断することをおすすめするぜ。それじゃ本編だぜ。東条英機は1884年明治17年7月30日東京府麹町区現在の東京都千代田区で生まれた。1884年、伊藤博文が最初の内閣を組織するのが1885年だからまだ明治初期ね。東条英機の父は陸軍歩兵中尉で、英機は三男であったが、長男と次男はすでに他界しており、実質家督を継ぐ長男として扱われんだぜ。当時は家督を継ぐことが重要だから、三男でも大切にされてそうね。東条は、番町小学校、四谷小学校、学習院初等科、青山小学校、東京府白北尋常中学校、現都立富山高等学校、東京陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、陸軍士官学校に入校。そして、1905年3月に陸軍士官学校を卒業し、同年4月21日に任陸軍歩兵少尉、鉾ノ江歩兵第3連隊に就く。1907年明治40年12月21日には陸軍歩兵中尉に昇進するぜ。23歳で中尉まで昇進って、エリートコースと言えるような出世ね。その後、1909年、伊藤勝子と結婚し、1910年1911年と陸軍大学校陸大に挑戦して失敗。登場のために小畑敏郎の家の2階で勉強会が開かれ、永田鉄山、岡村康次が集まり、1912年についに合格したぜ。この頃の東条英機って成績はどうだったの？エリートと呼ぶには東条英機の学習院や幼年学校時代の成績は決して良いものではなかったんだぜ。陸士では予科67番、後期10番であり、これは入学当初は上の下、卒業時は上の上に位置するんだぜ。いやいや、成績上がってるし。まあ最後まで聞くんだぜ。将校としての出世の登竜門である陸大受験には父影響の方が熱心であり、進められるまま2908年に一度目の受験をするが、準備もしておらず初心にも通らなかった。そんなので言い訳？言い訳ないんだぜ。父の度重なる説得と生来の負けず嫌いから勉強に専心するようになり、1912年に3度目にして合格。受験時は合格に必要な学習時間を計算し、そこから1日あたりの勉強時間を割り出して受験勉強に当たったと言われている。陸大の席次は11番、軍統組ではないが、海外勤務の特権を与えられる成績まで成績を伸ばしたんだぜ。なんかイメージとして頭使うよりも気合っていう精神論のイメージがある。当時の日本軍の軍人だった東条英機がちゃんと勉強計画立ててるのはちょっと意外だったわ。みんなも勉強は計画的にな。テスト前の詰め込みや一夜漬けじゃ良い点は取れないぜ。話を戻して、1909年には伊藤勝子と結婚。1910年、1914年には子供も授かっているぜ。家庭環境とかどうだったのかしら？なんか家族にも厳しそうなイメージあるけど。東条英機は女性に対して禁欲的であり、浮いた話が一切なかったという。無類の愛妻家であり、この後退位から少佐の時期に3年ほど欧州に駐在することになるが、東条から勝子夫人へ144通、勝子夫人から東条へ159通の手紙が行き交っている。夫婦仲は終生にわたってよく、首相を務めていた昭和17年の正月、年賀の酒に酔った東条が、芸者遊びにうつつを抜かす者などダメだ、俺は若い時も今も女房一筋だ、という旨を放言したという話まであるぜ。へえ、イメージと現実ってやっぱり全然違うのね。東条英機は、1915年大正4年に無事陸大を卒業、陸軍歩兵隊に昇進し、その後も昇進を続けていくぜ。この頃陸軍の処方機等を記した考察陸軍茂木類銃を全て暗記したと言われている。やればできるタイプなのね。丸暗記とか私は無理よ。1919年からは欧州へと単身赴任となり、帰国後は歩兵第一連隊長に任命される。この時の階級は大佐だぜ。この数年で一気に出世したわね。そして世界では第一次世界大戦が終わったわね。日本は一応戦勝国として国際連盟の常任理事国も務める大国になったわ。東条は、部下の将校全員の身上調書を取り寄せ、要望経歴家庭環境などを暗記し、それから着任し、
陸大を受験するタイプの小位中位には、タイムの負担を減らして受験勉強を助ける配慮をしたと言われている。これは良い上司、こんな上司の下で働けれるなら部下も嬉しいわね。当時の帝国陸軍において、陸軍大佐たる連隊長と兵卒の地位の差は天と地の差だったんだぜ。平時に兵卒が連隊長と話をすること、兵卒が連隊長を近くで見ることなどはあり得ず、儀式の時200メートル以上離れて連隊長の姿を見るのがせいぜいといったところなんだ。そのような風潮の中で、東条は部隊の実情を知るための具体的な行動をとり、兵卒を思いやる異色の連隊長だったんだ。なんかすごく現代でも慕われそうな部下との関係性ね。なんかすごく怖くて厳しいってイメージが壊れていくわ。東条は、各中隊長に、兵卒として保育に入営が予定されているものの家庭を事前に訪問して、家庭環境を把握するよう指示したぜ。連隊長たる東条が自ら内務班に入って兵卒一人一人から話を聞き、兵卒の食事に対しても気を配ったという。こうした部下思いの東条は人情連隊長と呼ばれて好評だった。そりゃ上官からひどい扱いされるのが当たり前のこの時代にこんなに優しく良くしてもらえたら人望も厚くなるわよね。1937年昭和12年3月1日、東条は関東軍参謀長に就任。日中戦争が勃発すると兵団長として作戦に参加し、成功は目覚ましいものを挙げたものの、自ら参謀次長伝で東条兵団と命名したその兵団は、補給が間に合わず上に苦しむ連隊が続出したという。補給はあれほど大事ってことを日本も外国もなんで学ばないのかしら？わかってはいてもとにかく早く進軍したいって気持ちが流行るんだろうな。補給軽視、ダメ絶対。どんなに強い兵隊さんもご飯食べて武器をあげなきゃ戦えないのよ。その後、東条は1940年第2次近衛内閣、第3次近衛内閣の陸軍大臣を務めたぜ。近衛日記によると、支那派遣軍総司令部がアメリカと妥協して事変の解決に真剣に取り組んでもらいたいと見解を述べたが、東条の返答は第一線の指揮官は、前方を向いていればよい。後方を向くべからずだったという。米国と中国相手に日本の国力で戦うのって現実的なの？中国とは陸戦、それに対して米国とは海戦だから人員的な問題はない。ただ、米国を敵に回すのは負けと変わらないんだぜ。事実、1941年8月に首相官邸で開催された第1回海総力戦機上演習総合研究会では、総力戦研究所より日米戦争は、日本失敗との報告が上がっているぜ。それでも海戦しちゃったのね。実際、東条英機は間違いなく対米戦は必要と考えていたし、やり方によっては勝てると思っていたんだぜ。日米衝突を回避しようと近衛文麿首相が日米問題は難しいが、中兵問題に色艶をつければ、成立の見込みがあると思うと発言したのに対して、東条は激怒し、撤兵問題は心臓だ。撤兵を何と考えるか。情報に情報、情報加えその上この基本をなす心臓まで譲る必要がありますか。これまで譲りそれが外交か、降伏ですと唱えたというぜ。この中兵問題っていうのは、米国からの日本軍の中国大陸からの全面撤兵要請のことね。当時陸軍はこの満州を手放すわけにはどうしてもいかない事情があったんだぜ。満州は1929年の世界恐慌以降は、日本が不況を克服し、国内の農民の貧困を解決する植民地として期待されるようになり、その支配の全満州への拡大が策されるようになった。早くからあった満蒙は日本の生命線であるといった一方的な宣伝が盛んになされるようになったんだ。だから勝てるはずもない戦争を根拠もなく始めようとするのはどうなの？国民と国家の平和存続のために戦争が必要と考えてしまったのは、結果的には許されない間違いだったんだぜ。それは今の私たちがこうして過去を振り返るからわかることなんだぜ。誰も自分の国を自分で滅ぼしたい、ましてや国民を苦しめたいとは思わないんだぜ。戦争が平和をもたらすなんてことはないってことを忘れないようにしたいね。日米交渉難航の責任から総辞職した後、近衛の後任首相については、対米協調派であり皇族軍人である東国宮成彦を推す声が強かった。皇族の東国宮であれば、和平派海戦派両方をまとめながら対米交渉を再び軌道に乗せうるし、また、陸軍出身であるため強硬派の陸軍幹部の受けも良いということで、近衛や重臣たちだけでなく東条も賛成の意向だったんだ。いいじゃない？そうしましょうよ。そしたら平和的な解決ももしかしたら。ところが内大臣木戸幸一は、独断で東条を後継師範に推挙し、昭和天皇の承認を取り付けてしまうんだぜ。そんなことしていいの？というかなんで大体まとまりかけて揉めてもないのにそんなことに。この木戸の行動については今日なお様々な解釈があるが、対米海戦の最強硬派であった陸軍を抑えるのは東条しかなく、また東条は天皇の意向を絶対視する人物であったので、昭和天皇の意を汲んで戦争回避に最も有効な師範だという風に木戸が逆転的発想をしたと捉えられることが多いぜ。
登場は皇居での首相任命の際、天皇から対米戦争回避に力を尽くすように直接指示され、天皇への絶対忠心の持ち主の登場はそれまでの開戦派的姿勢を直ちに改め、外相に対米協調派の東郷茂則を据えたぜ。あれ、あれだけ米国と戦争するしかないって主張してたのに。東条英機は天皇に絶対忠誠、当時の昭和天皇は外交優先を命じていたんだぜ。この時、陸軍省に戻ってきて執務室までの道中、和平だ、和平だ、西洋は和平にあらせられるぞと叫びながら歩いたとも言われている。でも対米交渉最大の難問であった中国からの撤兵要求はどうするの？それはすぐにということではなく、中国国内の治安確保とともに、長期的段階的に撤兵するという趣旨の二つの妥協案を提示する方策を取った。また、これら妥協案においては、日独伊三国同盟の形骸化の可能性も匂わせており、日本側としてはかなりの譲歩だったんだぜ。なんか天皇陛下とか無視して陸軍が好き放題やってたと思ってたけど、ちゃんと陛下のご意向に沿っていたのね。しかし、日本政府側の提案はフランクリン・ルーズベルト政権の強硬な姿勢によって崩れ去ってしまう。春の音を目の前にした時、対米協調をあくまで主張してきた統合でさえ、これは日本兵の自殺の要求に等しい、目がくらむばかりの衝撃に打たれたといい、東条もこれは最後通帳であると認めざるを得なかったんだぜ。日本がかなりの譲歩をしたのにもかかわらず、米国は譲歩どころかさらに厳しい要求をしてきたのね。米国の狙いは最初からこれだったんじゃ。多分そうだぜ。米国経済の活性化には第二次大戦に参戦するのが手っ取り早いが、ルーズベルトは大統領選の際の公約に、米国の防衛以外の戦争には加担しないことを公約に掲げて当選している。つまりは日本から宣戦布告させる必要があったんだぜ。まんまとやられちゃったわけね。そもそも日中戦争開戦当初は黙っていた米国が三国同盟締結後に急に態度を硬化させてるし。これによって東条内閣は交渉継続を最終的に断念し、対米開戦を決意するに至る。対米開戦決定を上奏した東条は、戦争回避を希望し続けていた天皇の意思を実現できなかった申し訳なさから、上奏中に幾度も涙声になったと言われているぜ。本当に陛下に忠誠を誓っていたのね。1941年12月8日、ついに太平洋戦争が勃発するぜ。最初こそ連戦連勝だったものの、徐々に米国の物量と技術力に押され、ミッドウェー海戦で敗北後、海戦から2年間を経た1944年に入ると、各地での日本軍と連合国軍の攻勢は完全に逆転することになったぜ。日本軍の優勢が揺らぎ始める中、東条は戦争の大義名分を確保するため、外相重光守の提案をもとに、1943年11月、大東亜会議を東京で開催し、同盟国の大王国や満州国、中華民国に合わせて、イギリスやアメリカ、オランダなどの白人国家の宗主国を放逐した日本の協力を受けて独立したアジア各国、そして日本の占領下で独立準備中の各国政府首脳を招集、連合国の大西洋憲章に対抗して大東亜共同宣言を採択し、欧米の植民地支配を打倒したアジアの有色人種による政治的連合を謳い上げたぜ。勝てば受け入れられるんでしょうけど、この戦況じゃあんまりにもねえ。1944年6月19日から6月20日のマリアナ沖海戦で海軍は失態を犯して大敗した。これを契機に戦争の責任を取って東条内閣は内閣総辞職を決定。鈴木貫太郎内閣が発足、終戦に向かうぜ。意外とあっさり辞めたわね。これだけの大敗をして東条英機の求心力でも、部下が言うことを聞かなくなりつつあることを察していたとも言われているぜ。それから終戦までは何をしてたの？重心の大半が和平工作に奔走していく中で、東条のみが徹底抗戦を主張し、重心の中で孤立していたぜ。なんでよ。東条はかつて勤王には教義と抗義二種類がある。教義は君命にこれ従い、和平せよとの勅命があれば直ちに従う。抗義は国家永遠のことを考え、たとえ勅命があっても、まずいさめ、たびたび還元しても調教されねば、陛下を強制しても初心を断行する。私は後者を取ると、部内訓示していたんだぜ。その思いは相当強く、広島長崎への原爆投下後も、降伏は屈辱だと考え、戦争継続にこだわっていたんだぜ。そんなことしても何にもならないじゃない。ただ、御前会議の天皇の終戦の聖断が下ると、直後に開かれた重臣会議において、御聖断がありたる以上、やむを得ないと思いますとしつつ、国体護持を可能にするには武装解除してはなりませんと上奏しているぜ。また、御前会議の結果を知った軍務課の中堅将校らが、東条にクーデター同意を期待して尋ねてくると、東条の答えは絶対に陛下のご命令に背いてはならぬと答えたというぜ。あくまでも陛下には忠実なのね。その後、自殺未遂こそあったものの、東京裁判に低級戦犯とされ、1948年巣鴨拘置所内において東条の死刑が執行されたぜ。裁判ではどんなことを述べたの？東条は東京裁判を通して自己弁護は行わず、
この戦争は侵略戦争ではなく自衛戦争であり、国際法には違反しないと国家弁護を貫いたが、敗戦の責任は王と宣誓口述書で明言しているぜ。また、開戦の責任は自分の身にあって、昭和天皇は自分たち内閣統帥部に説得されていやいやながら開戦に同意しただけである、と明確に証言し、この証言が天皇の免祖を最終的に確定することになった。陛下には命を懸けて忠誠を示したのね。それじゃ今回のまとめだぜ。東条英機は激動の太平洋戦争を首相として指揮したが、知識不足や米国の策略にはめられて失敗の太平洋戦争へと突入した。しかし、最後まで天皇陛下に忠誠を誓って裏切らなかった一生を送った人物だぜ。世間一般の日本を狂わせて戦争したがった独裁者っていうイメージとは全く違ったわね。世間一般で言われていることはイメージ先行で間違っていることも多い。しっかり自分で調べてそれに対して自分なりの解釈と意見を持つことが大切だぜ。今回はご視聴ありがとうございました。少しでも良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。